はい、皆さんこんにちは、おはようございます。今日は東京3日目かな、なんだけど、今日ね、ウームのこう女性クリエイターの集まりがあって、そこに行ってこようと思います。で、ホテルがまあ本気に比較的近いので、歩いていこうかなと思います。それでは行ってきます。バイバイ。持ってあげようか何、俺の顔見てドゥーってなドゥーって何でもすんちゃんが今日私がウームのね会社に行くときに本当は駅まで送ってくれるって予定だったんだけど、ヒルズまで来てくれるらしいです。いや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 そのつもり全然一回もなかったよ。150円がないからだよ。150円が朝コーヒー飲むお金がないから、お前のお金のためにお前そうなんだあ、お金持ってくんの忘れてここまで来てもたやん。来てもた？うん。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい。あ。終わった。ハイティング、そう、マリリンさんです。こんにちは。かわいい。いいですね、色がなんか。今、朝日神社にやってきました。今からみんなとお参りしてこようと思います。イエーイすごい綺麗。寒いですか？でも今ちょっとポカ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 してる。そう、今日ちょっと日が当たったら大丈夫だよね。さっきまで寒かった。さっきまで良かった。そう、寒かった。ちゃっかりさ、ウォンも入れたの。マリリンさんにやっと会えました。はじめまして、こんにちは。私韓国に住んでて。あ、そうなんですか？そうなんです。旦那が韓国人なんですけど、大阪弁しゃべるね。あ、そうなんですか？アニャーセヨー。そうなんで、なんで今度韓国来たら。わかりました。はい、いろいろ韓国大好きえ、よろしくお願いしますって。チャラプニダーですよね。おー、すごい。結構ユリムニダー、チャラプタカムニダー。韓国大好きです。え、本当ですか？そうなんです。ほんまに好きですよ。何回も韓国行ってるし。コスメとかもやっぱり買いに。あ、コスメ、最近はまだ行ってないんですけど、昔よく行ってて。何が目当てかっていうと、はい、あの俳優さんが好きなんです。誰ですか？コンサンウです。え？コンサンウ。あの天国の階段と、あと映画で言ったらひとまず走れと、すごい。あとは、コンサンウ出てんのやつ何だっけな。こう見て。そう、切ない恋愛のやつやねんな。あれです。悲しき恋歌。知ってます？もうね、見てみます。めっちゃ面白いです。もうコンサンウラブ で、そう、天国の階段が好きで、うん、あっこ行きましたよ、ロッテワールド好きすぎてってのが大好き。素晴らしい。大好きです。おっぱ大好き。おっぱ大好き。ありがとうございました。ありがとうございますはい、そんな感じの盛りだくさんな一日になりました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。
次の動画で会いましょう。バイバーイ。